奄美交通は、かつて、鹿児島県奄美大島を営業エリアとしていた、バス事業者である、路線バス及び、貸切バスを営業していた、2008年6月21日付で、同じく、奄美大島内で、バス事業を行っている道の島交通に、全事業権を譲渡した、本社所在地は、鹿児島県奄美市なぜ入船町9番1号、岩崎グループに属していた。そのため、 使用していた車体は、旧、鹿児島交通などの岩崎グループのものが多く、塩外という離島遊園の障害もあり、サビの目立つ車体も多かった。当社が一旦廃止するとした路線の一部を継続運行したことにより、2004年3月より、同社と岩崎バスとの間で13路線が競合する事態に陥ったが、2006年10月より解決された。また、 2007年以降は前日の競合路線とは別に、奄見市街地を中心に競合している路線に関して、バス事業の一本化について、本格的な協議が持たれていたが、2008年3月に、同年5月をめどに、奄見交通の事業を、道の島交通が受け入れる形で統合することが合意された。実際は少し遅れて、同年6月18日、 国土交通省九州運輸局より事業上渡の認可を受け、同月21日付で同の島交通に完全上渡され、当社は約58年の歴史に幕を下ろした。なお、車両は全車両が道の島交通に買収された。路線バスのバス停奄美市名瀬地区の中心部にバスターミナルを置き、奄美大島内各地域に路線を持っていた。名瀬地区を拠点に、 住用地区を通り島の南西端部の瀬戸内町、小宮地区へ向かう路線や、島の中央に位置する山和村への路線、北東部の辰郷町及び、奄美空港を含む笠り地区への路線があった。同じく、奄美大島内でバス事業を行っている道の島交通とは、2004年以降に路線の競合が発生した。これは、2006年10月以降、 両者の協議により解決された。2008年6月20日の上渡直前時点で48路線が設定されていた。主な路線は以下の通り、椅子図車が主だが各社の車両が使用されていた。カラーリングは、奄美交通特有のハイビスカスの花をあしらった柄の、他、岩崎グループ事業者共通のヤシの木デザインのものもあり、同じデザインでも配色がいく通りもあって、 バリエーションに飛んでいた。南日本新聞2008年3月12日。南海日日新聞2008年3月12日。南日本新聞2008年6月20日。ありがとうございます。